スタン・スミスはアメリカ・カリフォルニア州パサデナ出身の男子テニス選手。フルゲームはスタンリー・ロジャースミスという。1960年代後半から1970年代前半にかけてアメリカを代表する選手として活躍した。男子テニス国別対抗戦、デビスカップでアメリカチームに7勝をもたらした選手としてよく知られ、当時のアメリカの国民的英雄でもあった。 プロテニス選手としてシングルス39勝、ダブルス61勝を挙げ、通算100勝を記録した。優れたテニスコーチとしても有名である。スミスは学生時代に南カリフォルニア大学のエースとして1968年に全米学生テニス選手権の男子シングルスで優勝した。この大会では1 9 6七年と1 9 6八年に ダブルスに連覇もあるが、この頃から組んでいたダブルスパートナーのボブルッツとのペアは、あと24大大会で5勝を挙げるほどの名コンビになった。1968年からデビスカップのアメリカ代表選手に選ばれ、同年から1972年までアメリカチームの出会5連覇に貢献した。1968年にテニス界はオープン化という措置をとり、 4大大会にプロテニス選手の出場を解禁した。この年からテニスの歴史はオープン化時代へと移行する。この過渡期にはテニスのトーナメントにも多くの暫定的な変化があったが、1968年と1969年の2年間、アメリカ・ニューヨークのクイーンズク、フォレストヒルズで行われてきた全米テニス選手権は、その最たる例であった。 9月に行われた全米オープン選手権がオープン化時代のグランドスラムと呼ばれるがこの2年間に限っては12月に全米選手権大会が別途に開催され年間で2度開かれた公式優勝記録表には1回目の全米オープン選手権優勝者の名前が記載される1969年の全米オープン選手権優勝者となったオーストラリアのロッドレイバーは この勝利で自身2度目の年間グランドスラムを達成した。スタン・スミスは12月に別途開催された2回目の全米選手権大会で優勝したが、これは全米オープン選手権大会の公式優勝記録には数えられない。1971年、スタン・スミスはウィンブルドンで初めての決勝進出を果たす。相手は大会前年優勝者のジョン・ニュカムであったが、 この時は2時間50分の試合時間の末に3から6、7から5、6から2、4から6、4から6のフルセットでニューカムに敗れた。続く全米オープンでスミスはついに正式な優勝を飾る。この決勝戦では1970年と1971年の全仏オープンで2連覇を達成したチェコスロバキアのヤンコデシュを3から6、6から3、 6から2、7から6で破った。1972年のウィンブルドンで、スミスは2年連続の決勝に進出し、今度は、ルーマニアの名選手入りナスターゼを2時間41分の試合時間で退け、4から6、6から3、6から3、4から6、7から5のフルセットでナスターゼを破って、ウィンブルドン初優勝を飾った。ルーマニアとは、デビスカップでも、 宿敵の間柄で、1968年から1972年までの大会後連覇の間に、1969年、1971年、1972年のサンドルーマニアチームと決勝を戦っている。アディダス・スタン、スミス・スタン・スミスはダブルスでも、学生時代からパートナーを組んでいたボブルッツとのペアで、抜群の強さを発揮した。 スミスとルッツの組は全米オープンの男子ダブルスで4勝、全豪オープンでは1勝を挙げた。スミスはシングルス選手としての全世紀が過ぎた後も、1978年と1979年のデビスカップではルッツとのダブルスで2度の優勝に貢献した。こうしてスミスはデビスカップで史上最多の7勝を挙げた選手として、 テニスの歴史に名前を残すことになった。1987年に国際テニス殿堂入りを果たしている。アディダスがスタン・スミスの名前を付けたシューズ、スタン・スミスを発売している。ありがとうございます。